私としては私の可愛い後輩がエロいなどという偏見に見舞われているのを看過できないわね。看過できなきゃどうするんだよ。といった感じでどうかしら、荒木くん。荒木くんはここで少し待っていて、私が一人で先に行って準備してくるから。準備って？お父さんと歓談でもしておいてちょうだい。荒木くんとか言ったね。はい、荒木小読みです。そうか、娘をよろしく頼む。ええ、下着と過ごす時間なんてほとんど持てていない。はあ。だからそんな僕に言われても説得力を感じないかもしれないが、あんなに楽しそうな下着は久しぶりに見たよ。まあそれだけじゃないし、無論仕事ばかりにかまけていた僕の責任も少なからずあるが、下着はすっかり心を閉ざした人間になってしまった。でもこの間久しぶりに、本当に久しぶりに下着から頼み事をされたよ。あの子を変えることができるなんて、荒木くんは本当に大したものだと思うよ。随分と高く買ってもらっているようで恐縮ですけれど、でもそんなのたまたまだと思いますよ。それでいいんだよ。必要な時にそこにいてくれたという事実はただそれだけのことで、何にも増してありがたいものだ。だがこんな父親でも、あれは自慢の娘でね。僕は娘の見る目を信用している。あれが連れてくる男なら間違いないだろう。お待たせ、荒木くん。お父さん、ここから先は若い二人の時間ということで、送ってくれてありがとう、荒木くん。あ？ありがとう。